DM というと、私たちはダイレクトメールとすぐ思います。えー、通販の方たちはダイレクトマーケティングと言います。えー、今、私たちは、Facebook をやり、Twitter をやり、ブログをやり、Ustream をやり、YouTube をやり、えー、ランニングページは人類だったり、WordPress だったり、決済システムは PayPal だとか、EC キューブだとか、EXO だだとか、多岐にわたったことをしています。 そこに動画をつけることまでできるようになりました。これはダイレクトメールでもなくて、ダイレクトマーケティングでもなくて、実はダイアルグマーケティング。要するに対話型のマーケティングということだそうです。え二、ー、月のページの時には、えー、あるケイ氏という人が DM、ダイレクトマーケティング推進協会を立ち上げていただく準備をしています。えそれは えー、私たちの持ってきた編集能力、それからインタビュー能力、それを、えー、デザインをしたり、それを動画にしたり、パ、え、ワーポイントにしたり、パッケージにつけたり、DM につけたり、ポスターにつけたり、名刺につけたり、まあ、あレイヤーが印刷というものから、えー、20、30、40、50、まあ10、10項目ぐらいのレイヤーの仲間たちと一緒にビジネスをしていくということです。 えー、印刷会社だけで集まって、えー、将来どうしていこうと思ってもなかなか解決することができません。そこにはシナリオライターもいるし、しゃべってくれるナレーターもいます。それからあテレビショッピングのように演じる人たちも必要なわけです、えー。そのような集まりを私たちは、えー、ダイアログマーケティング推進協会の中で、えー、人材の育成と、それから 多くの人に賛同していただいたスキルアップをしていきたいと考えております。2月には、ダイアログマーケティング推進協会というのが、表に出て、募集活動が始まると思います。ぜひその時には、お声をかけていただいて、一緒に新しい市場を作っていきたいと考えております。